どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ジ・アミューシングレース、面白いコースっちゅうことやね。でちょっと前に違う制作者さんなんだけど、レースってコース名についてる海外のイベント用のコースがあったんですよ。それとなんか関係してんのかな。まあ違うとは思うんですよね。でもタイトルにレースってついてたら面白そうって思わない？それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.03%。そういやみんなにガチで謝罪しなきゃいけないことがあります。最近鼻の手術をしたと思うんだけど、通院をサボってたら悪化してしまって、また再手術をしなきゃいけないかもしれません。ごめんねみんな。っていうか何これ、え僕何もしてないから。おいおい、動いてないのによく倒せんなそれ。え絶対最後なんか来るんだろ。ですよね。開幕バベル。いや言い訳を聞いてください。鼻の手術をした後、鼻の中に詰め物をするんだけど、それをねいつ外せるんですかって最後の通院の時に聞いたんだよね。1ヶ月後ですみたいな。そこには何か詰めとけ。いや1ヶ月もね鼻の中に何か詰め物をしてたら実況どころじゃないんですよ。僕は実況したいんだ。これを機に引退しろ。でもずっとこのまんまっていうわけにもいかなくて、もしそうなってしまった場合は鼻に何か詰め物をしておきながら実況していこうかなと思います。いやマジで迷惑かけると思うんだよな。いやどんな感じになるんだろうね。ちょっと今ティッシュ持ってきたからさ、これを鼻に詰めて実況してっていいかな。ちょっと待ってて。みんな今ね鼻にティッシュを詰めてきたんだけど、あ意外と変わーしなさいよ。まだ鼻にティッシュを詰めながらやったらね、意外と変わんないよね。これだったらワンチャンいけるかもしんない。いけませんよ。てっきりもうちょっと鼻声になるかなと思ってたんだけど、そうでもなかったわ。どうもピオキングです。ガチになると思ってたんだけど。さあ、おいおいしなさい。さかだ、いや、まだ間に合うんじゃない。オッケーオッケー、甘かったね。そこに戦う。なでなでなで、なりてんじゃねー。僕は鼻の手術より滑舌の手術があるならやってみたいもんですね。で、裏にね、フラワーがあるのが見えるんだよな。それを取りたいんだけど。任せろみんな、これはタスジャンだ。タスジャンした後にすぐに左で逃げる。これでどう？抜けません。取らないでドアに入ってもいいんだけど、絶対取ると思うんだよな。だから下に逃げておこうか。これでフラワー様ゲット。何やってんださっきから。じゃあもう取らんでドアに入るよ。みんなのせいなんだからね、あのフラワー取ってって何度も言うからさ。はぁ、だから言ったじゃん、フラワーいるんじゃないって。これはねみんなのせい。黙れ。このトロールコース全ての罠のここだけ分かったぜ。無敵状態を利用してフラワー取る、ですぐにドアに入ればいいんじゃない。余裕なんだよそんくらい。下から見てろ、最速で氷を溶かす方法を教えてやる。おらら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 。らでここも皆まで言わなくても分かってるさ。このハテナブロックの中身が気になるんだろ、そこのお嬢さん。ならば叩いてあげよう。強引だったみたいだよ、お嬢さん。この豚ロング。ダメだよな、ブヒーとか言ってたらさ、一生彼女できない気がするわ。どうですか、この動画を見てる女性の皆さん、彼氏とか旦那さんが何かやらかした時にブヒーとか言ってたらさ、そりゃ嫌だよな。じゃあ教えてくれよ、失敗した時にもかっこよくなるセリフって何なんだい。これ取れんのか。よっやったね。どうせ君は何なんだ。邪魔しないで。これは頭皮マッサージお願いしてんのかな。うん、右上がかゆい。じゃあ右上の方行ってみようか。おらら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 、お客さん凝ってますね。まるで石のように硬いっすよ。さっさやり直せ。何喋ってんのさっきから。さっきからまともなこと全然喋ってねえって。もうちょっとゲームのことを喋りなさい。ぶねえな。ちょっと待って待って、ちびおやじ。そろそろ雑談はやめてゲームのことだけをしっかりと話していきたいと思いますよ。まあこのチャンネルに雑談なんて必要ないからね。こいつはなんで。っていうかドアが3枚もあるんだね。一番左から行こうか。ピンクコインコースじゃないと思うんだけど。この生ゴミが。左のドアは意味はないみたいだ。ならば右のドアに入っていこう。この下とかすげえ気になるんだけど、この魚絶対こっちに来ると思うよ。あっちだ。じゃあちくわブロックの上でジャンプして耐久してみようか。これで火に当たることはない。絶対魚こっち来ると思うんだよな。ちくわブロック復活すんなって。もうじゃあちょびちゃんでいいとね。ちょびちゃんでかわしつつ、魚も警戒しつつ右下に進む。さあこの左の土管は入れないか。なら右のキノコを取っていくしかないよな。そしてオンオフはできないのね。ならばこっちでオンオフが変わるのかい。絶対上から何か降ってくるんだろ、また魚とか。分かってるんで。今ちょっとごめん、噛みそうになった。あれ？オンオフ変わんないね。
どうすりゃいいんだろ。右が開くってか。ならばこのツタに登っていこう。土管に入れ。オンオフが変わってないのにどうやって行くのかな。うん、わかんないわかんない。こっちにもさらなるヒントが待ってますみたいな。なんだここ。え、シビリ劇場みたいな感じかな。この鉄球当たることはない。あ、上から鉄球出てきてくれんじゃん。頼む鉄球。ブンブン邪魔せんなって。あ、なんか出てきたよ。で、上から来るみたいだ。あー、このバブルに当たってやられろっていうことだね。ちゃんと来てくれるんだろうな。もっと何か見せてくれよ。どう考えてもキノコ取らないとこの先進めないんだよな。だからオンオフを変える何かがあるんじゃない。この下か。ここでスピンすれば。いや、特に何も変わんないよな。じゃあ左の方を追っておこうか。そしたらオンオフが変わりますみたいな。いや、やっぱり変わんねえか。で、右のブロックが壊れる。壊れて、もう一回このヒントよく見ておいていい。あの四角の場所になんかあるみたいな。こっから左行けば変わるとかそんなこともねえかな。何やってんだお前。なるほどね、ここに隠しブロックがあるんじゃない。ほらほら、最近バグ多いって。容赦ねえな、制作者さんはよ。そんなばかりするんだったら僕は怒っちゃうよ。嘘、ごめんなさい。ならばどこで避けるかと言いますと、このオンオフの上でパックン襲ってこないよね。で、オンオフを変えてみようか。そうするとパックンはやられる。で、このまま下に行っちゃおうか。で、この下に行けばいいっていう感じかな。一旦ハテナ叩いてみようか。キノコ、キノコは取っちゃいけないと思いますよ。なんで隠しブロックが多い。隠しブロックはあまり設置しなさんなっていつも言ってるでしょ。で、このドアは、ドアじゃない、土管ね。土管は入れない。で、ここもさっきと同じようにまた抜けるんでねえの。だから火だまりの丘へ行こうか。一つ壊す、二つ壊す。で、こっからなんだよな、問題が。で、こっから、あ、いや、いいのか、いいのか。バカー。今日は短いトロールコースかもしんないね。中間1と中間2がめちゃめちゃ早いじゃん。そもそもこの右下のワンアップ取る必要があるのかっていうはずなんだよな。もう気になるもん当たっちゃう。で、これ左から帰れんの。めちゃめちゃきちんじゃん。サスケみたいななっちゃってるって。これ右から行けば簡単に行けることができるんですね。さあ、ドアに入っていきましょうと。で、ハテナブロックを叩く。右からなんか押してくるんでねえの。上からは行けそうにない。右に行っちゃってみようかと思ったら砲台が降ってきたけど、ここでワン2からの3でいいの。助けてー。よく見たら3つ目の鉄球裏に風船が隠れてるなとかわかるわけねえだろ。綺麗に隠れすぎなんだよ。さあ、このハテナを叩いていこうか。あ、よかった。いやね、ついハテナを叩いちゃう癖があるからさ、ブラパとかじゃないでよかったね。で、上から絶対なんか来るんだろ、分かってんだ。左下 P 風船。今更なんだよ、もう取っちまったよそれ。で、つらら、え、つららからの P 風船、どういうことなんだろうね。この部は特に何もない。で、ここも P 風船。 P 風船を持ってこいっていう。あ、なんか今左上に土管があったね。あっちに行けっちゅうことなんじゃない。なんだよこの場所は。サムネの場所をわざわざ見せんだって。イージー、簡単、ルーズ、負け、キノコ、ATO とかな。つららからのゲット風船。とりあえず風船を取ってつららに当たって合格。情報量多すぎてわからんぜ。こんなのはね、意味がわからんでもやりながら覚えてった方が早いのよ。まずつららに当たる。で、ここの無敵状態のまんま取れば大丈夫っていうことなんでね。じゃあ上に行こうか。おー、隠しブロックはやめなさいって言ってるでしょ。もう来ないな。行くよ僕。もう来ないんだろうな。来いよ。そういう体に調教されてるんだって僕は。なら、ここはチビになっていく必要があるのか。ありそうだな。よしよし。そして、このちくわブロックを落とすとキノコかなんか出てくると思うんだよな。多分そうだと思うよ。ほらほら、ここだ。キノコ様。いや、まだ間に合うんじゃない。それやめて。この制作者さんさ、ブロックをすり抜けるバグ好きだよな。もう二度としないわ。いや、まあそれは冗談として、この制作者さんはいつもね、クオリティの高いトロールコースを作ってくれるから、僕マジで好きなんだよな。今度は下げない、こっちに来ない、日もないんだろ。分かってんだそんなこと。誰か助けて。助けてくれるね、バブルちゃん。ありがとう。コインコインはしないよ。してたら針に当たっちゃうからね。で、こいつはスピンジャンプで抜けていこうか。え、そんな簡単でいいの。ぬるすぎるぜこのコース。もうクリアしちゃうよ。ふざけるな。なんか簡単に進ませてくれると思ったら、この左下に土管があったのね。この土管に入っ、なんだいこの
のかな。右の、おお、いやー、出てくるの遅いんだよ。この制作者さんはね、海外の方なんですけど、たまに僕にコメントくれる時があるんですよ。コースをプレイしてくれてありがとうみたいな。いや、海外の方からそんなコメントくるなんて僕はとても光栄ですよ。だが私の方が一枚上手だったみたいだな。これで僕も世界へ羽ばたけんか。いや、またコメント来ちゃったら嬉しいですね。最高のコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。スタムレバへボム兵階段跳ねさせてみた。説明文はクリアできるかな。まあ、ボム兵を階段上に設置してそれを全部倒せっていうコースはやったことあるんですよ。それの改良版みたいな感じですね。ボム兵を階段上に設置してて、下に音符、さらに上にパックンが乗ってるんだよね。あのボム兵たちをどうやって倒すかだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.94%。 いや待てよ、そもそもボム兵を倒さなくちゃいけないのか。倒さなくちゃいけない。しかも66体もいる。まあそうくるよな。さあ始まった。このボム兵をどうやって倒すかなんだけど、一旦スピンして花ちゃんの上乗るしかないよな。でこのボム兵をスピンして倒していけみたいな。邪魔だ。もう運ゲーだと思いますね。最初のスピンでいくつパックンとボム兵を倒せるか、それ次第だと思います。一番左のボム兵をスピンしてみようか。そうすると、いや、もう一回しておこうか。で、もう一回しておこうか。これボウリングじゃん。ストライク。こうやって最初にスピンをやってると、いつか絶対にいい時が来ると思う。ここで投げてみようか。お、投げたら結構いいところ行くね。で、このパックンをどかす、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 どけ、どけ、みんなどけ。長いんだよな、あそこが。いや、これ一旦持って、おめえはなんだ。多分ね、投げれるボム兵がいたら投げた方がいいと思うんだよな。それでどんどん上から崩していくみたいな、そうした方が簡単にクリアできる気がすると思うんだけど、どうなんだろう。いや、めちゃめちゃいいじゃん。もう最高の攻略法じゃんこれ。さあボム兵来ておくれ。ナイスなところに来てくれたね。で、残り10秒か。10秒間に合うかな。これボム兵踏む踏む踏むからの、頼むゴールしてくれ。間に合うよな。シャー。いや、これは運要素強いけどめっちゃ面白いコースだったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。世界一小さく短く難しいコース。説明文に世界一小さく、世界一時間が短く、世界一難しいって書いてるんですよね。サムネを見る感じ 2×2 って書いてて、その下にメットスターパウブラパがいるじゃん。あそこで何かをしなくちゃいけないんだろうね。ただその中でも時間がありませんよっていうことなんじゃないかな。いや、マジで全然想像つかないね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.7%。 おそらくこのコースは謎解きのコースなんじゃないかな。で、ゴール条件がブラックパックンを全て1体倒してからゴール。サムネに乗っちゃったやつよね。さあ始まった。まずこのドアに入れさせて。ゴール条件がブラパ倒してゴールなんだけど、このドアの先にいるのかな。このドアの先、はっはっ。意味わからんで。これどうすんの。扉に入るでしょ。で、メットとスターをかぶって、どうすんの。どうすんの。何このコース、またよくわかんないコースが来たよ。僕はどうすればいいのよ。違うコースしていい。そういうわけにはいかないよな。一発マリオ名刺をなめるなってんだ。どんな謎でもこの私が解いてみせますよ。帰ろ。あ、わかった。これ帰ればいいんじゃない。帰り続けて、あー、またメットがなくなっちゃうのか。じゃあこのスターがなくなったらメットは多分蹴るようになると思うんだけど、そっから何かできるみたいな。あ、絶対そうだよ。だからここでドアに入ります。で、この後だよな。で、ここにゴールないじゃん。まず最初にメットとスターを取るでしょ。で、この状態でドアに入りまくってみようか。そうすると時間が結構余る状態でスターが切れてくれると思うんですよ。ただその後よ、問題はどうすればいい。さっきメット蹴ってやられてしまったから、メットを蹴るなっていうことかい。いや、そういうことはない。一旦ジャンプしてメット蹴ってみようか。そうするとハテナブロックを叩けるみたいな。でリンクロース。リンクを取ってもう一回戻ろうか。戻れるかな。リンク取る。こんな狭い中でめちゃめちゃ忙しいじゃん。早くリンク取って戻る。よし。で、わかんないわかんない、あのパワーブロックを発動すればいいのかな。違う、絶対ね。多分ね、ブロックを破壊しなきゃいけないんだ。ブロックを破壊したらそこにブラパが出てくるみたいな、そうなんじゃない。よし。で、あのブラパを倒せばゴールみたいな。なんで。なぜやられたか全くもってわからんぜ。時間切れだったんかな。じゃあ爆弾を出すでしょ。爆弾を爆発させて、この後戻ってあのパウを叩けばゴールできるっていう感じなんじゃない。頼む、やったー。
いや、たった 2×2 マスだったけど、めちゃめちゃ楽しいコースだったね。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。みんな見て見て、最近最速取るの多くないかな。腕が上がってきたのかもしれない。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。